まあ、サトシのスーツ怪しいですね。なんか領収書とかレシートとか、ね、なんか怪しいものが入ってるとは思うんですけれども、うんうん、あマサトシ来ましたこれで愛情減っちゃう。愛情度減っちゃいましたけど、証拠は手に入りました。やったここですね、 GPS 発信機が売られてるんですけど、これはもう買いですよ、ね、買いましょう。これで設置しました。週末いいです、単デートします。あ、デートしてやっぱりここはちょっと愛情度を高めた方がいいんじゃないですか。なんかちょっと雲行き怪しいですけど大丈夫ですか。お金払って喧嘩しちゃう感じですか、表情が私といる時明らかに違うっていう写真が出てきた。よくあるね、それよくあるね。黄色いバラなんですけど、うん、プリザードフラワーなので3年ほど枯れないそうですっていうので、うん、これで、うん、あの花言葉を調べてみたら、うん、愛情の薄らぎ離別っていうのが花言葉であって、これはなんか恋で私にこう当てつけみたいな、当てつけで出してるんじゃないかっていう、ちょっと性格悪いですね。一応ファイトってあるんですけど、はい、この黄色いバラが全部証拠というか思い出の品として集まったんで、はい、会話をふっかけることもできるほど。あー、なるほどね、はい、やってみます。やってみましょうか。まさとし、うん、うん、黄色いバラの花言葉なんか知ってる？いや知らないんだけど、まあ、知らなそうですけどね私も知らないですけど、ね、なんで黄色いバラだったの？家に置くと風水いいんだって。誰がそう言ったの？いや、ネットで。愛人が教えてもらったかもしれないですね。ぽいですね。これ愛人がくれて、はい、今の奥様への当てつけっていうのはあったりしますか？うん、はい、あ、それはありますね。うん、怖いですねそれだと。なんかあるよね、そういうのね。イヤリング落としていっちゃったり、車の中とかにね、証拠の自分のこう存在価値をちょっとこう表したいっていう人いるから、それこそ SNS でインスタグラムとかでこう匂わせる人たちの心理みたいなの似てる気がしましたけど、心理的にねそうなっちゃう時もあるんでしょうね。でここに仕掛けた録音機ですね、はい、置いておきましょう、はい、何もなければいいなっていうふうには思って、うん、そう思います。皆さん証拠は欲しいんだけど、反面何もなかったらそれはそれでっていう、でももう黒って思ってますからね皆さんね。せめて何もなくてほしいっていう気持ちは、うんうん、結構長いですけど、まあ、最悪だったっていう。このエピソードは最悪ですね本当に本当に本当に最悪ですよねこれは。黄色いバナの日じゃないですよねこれは。そうですよねっていう感じですね。記憶は最悪。結構引きずったりするんですよね、うん、こういうのってね。で、まあ、これはそうですね、結婚記念日でのやつですね、うん、これは感謝の気持ちでいっぱいなんです、うん、お似合いだと思うっていうか、結構もう自分でいろいろ考える、うん、考えちゃいますよね、まあ、この辺はちょっとしかないですね。なさそうですね今回、うん、まあ、本棚はそうか、なんか割とこの奥様が自分は我慢してることが多いかもしれない、うん、猫の件といい本はこう捨てられ、うんうん、溜まってるかもね、車も、うん、そうですね、全部我慢ですよね、うん、何を考えても腹が立つ。わかるでこれさっきそうですね、10万円以上買って、うん、来たんですけど、今思うと浮気相手が買ったものだったと思います、熱帯魚ですね。誰がくれたんだろうって。でギターも一度も弾いてないんですけど、インテリアとしてもいいんじゃないと答える姿は本当に憎たらしい奥さんの愛情度が下がってる。そうですね、奥さんが下がってる、お金がもったいないってちょっと会話しますね。今日はいつ帰ってくるの、うん、遅くなりそう、怪しい、うん、この日は怪しいですよ、うん、探偵的にはこの日、この日入れましょうって言いますね、備考日、はい、その辺は密に連絡を取り合って、そうです、クライアントさんと、はい、でこれもそうですね、初恋の人がくれて、うん、あらかじめ知っていたぬいぐるみの首をちぎり取っていたのに、被告には私への配慮というのは微塵もないっていう感じですね。うん、まあ、もそも持ってこないですもんね。車の鍵も未だに支払いが終わってないので、その車に乗って浮気相手と遊びに出かけると想像すると怒りがこみ上げてきます。やっぱりコーヒーは大丈夫ですか？すみません、ちょっと飲んでる場合じゃないかなと、はい、
で猫は、そして亡くなってしまったって感じで昨年、うん、まあ、そういうのもきっかけでこう呼び起こされてる怒りとかもそうですね。証拠ないかな、なんかちょっと証拠例えばこの会社とかでいうと証拠としてはそんなに取りづらい場所ではありますか。まあそうですね、結局その依頼者の職場には、まあ、そうですね、中入れない。じゃあ旦那さんとしては隠しやすい場所みたいな。そうですね、あ、旦那さんね、会社に携帯1個忍ばせてる時がありますよね、2代目とか3代目とか携帯持ってることあるよね、はい、そうですねもう1個持ってた、で奥さんが GPS つけてて ね、 あ、そうですね、会社で GPS があるから出社してると思うんですよね、そう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 ですね。でこれは、はい、これはまあレストランの方で、あの時は良かったよね、まだ相談することはなさそうですか。そうですね、もうちょっと今25校中8個小学校、25校中8個しか取れてないってどういうことなんだろうまだあの GPS と、あの盗聴器の結果が出てませんよ。まあね、これはそうですね、入れなかった、レストラン入れなかったけどおでんが食べて幸せでしたって話です、クリスマスを思い出すな。これこういろいろ調査、自分が奥さんがしてる時に過去を思い出してやっぱりあの頃に戻りたいってなって、あ、もちろんです。あ、そういうパターン、弊社の場合やり直し希望の方が約8割ぐらいいます。あ、そうなんですか。はい、それはさっき最初にお話ししたかもしれないですけど3年間有効だったからっていう、そう、どっちにしろやり直ししといて後々からでも離婚する、はい、おっしゃる通りです。なるほど、あ、そんないるんですね。います。まあ、カウンセリング一旦とりあえずやり直しっていう、まずやり直しって愛人と別れてもらって謝ってもらって自分も心を改めるところがあるからそこを改善していく、はい、すぐ離婚したいってなかなか思わないですよ、浮気の1回2回ぐらいだって内容にもよりますけどね、はい、もうこの方離婚したそうですけどね、そこまで強く離婚したいって思うってどういう人が、もう完全に愛人の方に気持ちがいっちゃってるとか、もう別居何年もしてるケースとか、そういうケースはなかなかやり直し難しかったりしますよね、でも本当にご主人のことが大嫌いになっちゃって、はい、有利な条件で離婚したいってで証拠を取りに来る方もいらっしゃいますし、基本的にはそういう感じだ、この奥さんみたいに我慢してるのが多いと難しいですよね、やっぱり。そうだね、あ、そっか、無職だった、私には何の過ちもない、証拠はちょっと確実に取っておきましょう、そうですね。あ、友人の会話ですね、それであの人はまだ会っている、まあ、何回かまだよくわからない、どうせつもりわからない、私も最後まで行くつもりはない、遊び、そうですね、まだなんか、最後まで行くつもり微妙奥様の方にもまだ気持ちはある、そうですね、まだ迷ってる感じ、そうだね、最後までっていうのが離婚を指してるのか肉体関係を指してるのかちょっとわからないですよね、メッセージ、はい、あ、会話できますね、今日の服似合ってるね、何事急にこう不自然な会話をしたんだって、ね、そうです、確かに、急に最近褒めてないのに褒められたら向こうはちょっと警戒しちゃう、そう、こういうふうに警戒させない方がいいんですよね、あんまりこう余計なこと聞いてね、まあ、いつも通り、そうそうそう、これがちょっと仕掛けてるんですけど、週末に一人で出かけた時に帰ってみようってことなので、そういう感じです、はい、じゃあちょっと進みますね、一応この辺も調べてみますか、あ、カフェがありますね、思い出すことはできないけど、お互い大きい声で喧嘩したことがある、あ、時も被告は私との結婚を考えていなかったようです、でした、あ、そうなんですね、悲しいですねなんか結構悲しいですこの主人公、ぶつかるのがちょうどいいね、私たちは少しずつお互い気まずかったのか、どちら先に告白せず、私の誕生日にも評価会社の会食行ったりと、まあ、最初からそんなに結婚には前向きではない、そうですね、感じはしてますけど、まあ、でも気持ちが一回ずれたらもうこうなっちゃうんでしょうね、もうずっと噛み合わないと、これ残りあるってことですもんね、そうですね、思い出系は確かにおそらくほぼ取ってるんじゃないかと思うんですけど、証拠ですね、まあ、盗聴器と GPS、寝かしといてって感じですよね、で週末それを回収するチャレンジをするといいかもしれないですね、
き出しとかもないですもんね。引き出しもなさそうですね、うん、ちょっと会話しましょう、うん、ローション全部使っちゃっただから何すごい冷たいですね。冷たいですけど一緒には寝てくれるんです、うん、あと3個だから、あと3個ですからね。ちょっとただこれは絶対拾わなきゃいけないんで、異性と親しげに顔をくっつけてる写真、それだけでなく正俊が肩に今手を添えてる、もうこれは背景を見て家の前の公園のようであまりにも裏切られた気持ちがする。これはもう重要ですね。これ状況証拠として強い、強いですか、うん、ツーショットだって肩に手回してますもん でも不貞の証拠にはならないんでね。これだけだと弱い、これだけだと全然慰謝料請求もできないし、あ、できないです、うん、まあ、ちょっとノリでやっちゃっただけだよとかって言い逃れができる、うん、ただほぼ間違いなく黒ではあるが、そうですね、そうですね、まあ、こんだけいろんな証拠を集めしていくと、この奥様のダメージが心配です、うん、そうですね、はい、週末ってことで一人でいるか、まあ、外に外出して旦那さんを泳がして録音機から情報を得るかをするといいかもしれないですね、うんうん、なんかそうですね、録音しましょう、録音しましょう、なんでじゃあ一人で外出してみましょう、うん、こういう時にね、本当にね男の人って好きがあるってね、ね、わざわざ家で電話しなくてもいいにしたりとかね、はい、家に連れ込むとかね、いや使いますよね、今日 家にいないからとか言って、そうそうそう、やっぱり一人にさせるとなんか証拠じゃないですか、何か出すっていうのはなんかしたくなっちゃうんでしょうね解放、うん、そわそわしね、社長の旦那さんはどうだったんですか、社長の旦那さんはどうだったんですか、そのあたりは家にいないかった、どっちかっていうと、どっちかっていう、外で遊んでた方だから、家でってことはないかななるほど、うん、残念で、いえいえ、ちなみにコーヒーを飲み続けると、うん、この店員が何かをくれます、うん、あ、そうなんですねそれはもらっときましょう、それはちょっと読めませんでしたねそれはもらっときましょうやっぱ何か僕はアクションしなきゃいけないんだよね。なるほど、コーヒーは罠じゃなかったんですね。そうです。購入しよう。はい、じゃあちょっと買って、うん、元気、やっぱ元気が大事ですね。うんうんうん、で、こう一人で泳がしておきましょう。消化集めにも本当ね、エネルギーが、あ、これを見てください。これはちょっとあれですね。私これね、するんじゃないかなと思ったんですよ、ここで。旦那さん。ここでね、デートするんじゃないかなと思ったの。もうこれね、よくある。その思ったっていうのはどのあたりか、ね、奥さんと行ったところに愛人を連れていく、デートをする、同じ場所でってことがね、よくあるね。そうですね、よくあります、ね、だからこのレストランで私会うんじゃないかなって気になってましたもん。あ、もう愛人と会いそう。そうそうそう、男性は自分が知ってるところを、そう、行きたがる、行きたがる、行きたがる、連れて行きたがるの。それってどういうシーンなんですか。それどうなの、正俊さん。そ、まあ、やっぱりあの私が正俊だったらなんですけど、うん、やっぱりあの知ってるっていうところは、うん、普段からこういうところ来てるよっていう、まああの、うん、かっこつけてる、はい、常連感を出すためとか、自分のテリトリーだと安心したりしますよね。安心するよね、はい、うんうん、やっぱりそういうところだと勝手を知ってるんで注文もあのエスコートしやすいですし、ワインとかもね、はい、そうですね、ワインとかも持ってたもんね、はい、そうですね、かっこつけてね、くるくる回したりとかして、はい、しまやだ、実際その現場を発見してしまったので配偶者が他人というのどうしよう、攻撃撮影、なるほど、攻撃とかあるんですね。いや撮影ですもん、絶対、これ絶対撮影、まあ、証拠はそうですね、攻撃しても何にも、ここだって何にも言い逃れできるんで、うんうん、相談乗ってたとか、うん、ただ食事してただけってなっちゃ何もなんないんで、突撃する人いっぱいいますもんね、うん、実際は突撃しちゃう人いるね、我慢できずに、うん、そこで一気にこうカッとなって、そうですね、女に詰めるんですけど、やった、撮影言い逃されちゃうんですよね、うん、その女にステーキを食べさせてあげる、私はこれまでたった一度もしたことのない行動が、うん、あもうこれ頭に血が上がるのを思い立ったが写真を撮った、はい、素晴らしいです、はい、素晴らしいです、ね、素晴らしいです、証拠を撮るという観点が素晴らしい。これ案したってことですか。
ステーキを上に何か食べさせたとか。そうですね、食べさせてあげたということはそうですね。食べさせてあげてるって私一度もしたことないのにあーんってやった、はい、これはそういう関係にあるってそのあーんのところの写真を押さえておくといいね、はい、本当は。あ、そうか、うん、普通にただ食事してるってだけじゃなくそれ一歩進んだ行為、行動じゃないですか、うん、あーんとかって、うん、確かに肩とかイチャつくとか、うん、触れるっていうのは、はい、じゃあ行動的には撮影するのが素晴らしいんだけれど、はい、さらにもう少し張り込んでおいて泳がしておいて、そうそうそう、何かこうアクションを起こしたところを写真撮る。探偵さんだったらもう絶対そういうところのシーンを撮るんで、あーそっか、大事なポイントになります。女の身元を割るために尾行もしますよね、うん、探偵さんだったら、うん、女がどこの誰なのか、不定取りだ、そうですね、ステーキを食べさせてあげてる写真だ。おーいい、あ、でも写真を撮れたの。撮ったすごい素晴らしい。あ、そこ通るんですね。そこ横を通りますなるほど。いやこれ家帰ったら腹立ちますね。これは ね、メンタルが相当病んでるはずなんで、うん、ここで一杯飲んでった方がいいかもしれない、うん、ね、はい、メンタル整えるためにね。そうですね、そのまま行ったら爆発してバッて言う、うん、問い詰めちゃったらもう もったいないんで、そうですね、今、うん、もう言えることはとにかく言わない。言わない、もう抑えて、そう、言い逃れできる証拠を持つまではもう泳がして証拠に徹するっていうのが大事。一人で出かけたのにそこを見つけてしまう。でもこれは真実ですからしょうがないですね、うん、受け止めるしか。ちょっと待ってください。これ難しいです。あ、1、難しいですね。もう帰ってきてましたなるほど、難しいんだそれ。そうです、多分 このカーソル速度がちょっと遅くてですね、あ、こんな見た目だからやっぱどんどん思い詰めてる感じです。 あと14個見つけたいですね。見つけたいですね。本当に恥ずかしい。よし、これもちゃんと撮って。朝1時から3時までいとこと通話した、うんうん、私に睡眠薬を飲ませたわけではないしどうやって電話していたんだろう。すごく気をつけてベッドを抜け出して電話で愛を育み私が入っていった。考えてみたら最近トイレに行くことが多かったようにも思える、うん、まあ、いとこと通話したところちょっとこう怪しいような。いとこと通話したことにしてるんでしょうね。なかなかね、いとことなんかね、なかなかね話さないもんね。でもよくいとこって言い訳する人いるよね。います、います、身内とか親族とか、うんうん、中に通話できた、怪しい、うん、今これが3個、ちょっと待ってください。会話しましょう。後ろの髪晴れてるよ、関係ないだろ。やばいじゃないですか。ハートが2つになっちゃった、はい、ちょっと画面もくすみ始めてます、はい、やばい、やばい、ハート2つどうしよう、デートした方がいいんじゃない。そうですね、そうですよね、うん、実際のリアルでもこういうのが見えたら気をつけて優しくしたりとか、うん、うまくできるんですけどね、うんうんうん、じゃあちょっとお金を貯めておきながら、うん、ちょっとカフェで大きい、はい、行きたいですね、レストラン、はい、でもそのレストランでちょっと愛人らしきをちょっとステーキ食べさせてるの見ちゃいましたからちょっと画面上もちょっとくすんできてる感じがしますけど、すごい色が本当だ。やっぱ心理的にもちょっとメンタル弱ってる。不倫浮気がこう分かった後でも再調査中でもケアみたいなのがされる。私たちの探偵者はカウンセリングするんです、うん、調査中も不安になるんで励ましたりですとかしますね。それはもう絶対大事なことです、はい、じゃあこれちょっとまたコーヒー、コーヒー飲んどいた方がいいね。飲んだ方がいいです、うん、ありがとうございます、うん、元気が出た気がする、うん、あんなところで愛人と会ってるんだったら目撃者もいっぱいそうですからね確かに。最悪お金が貯まったらこれを行くっていう手があるんですけど若干ちょっと今足りないんですよね。そうですね、もうちょっと足りない、はい、薬を盛るってやつですね。そうです。これで今3ヶ月ってことあと半分ってことですか。そうですね。なるほど、結構まだ証拠ありそうですね、うんうん、なかなか出てこないねなんでだろう。あの盗聴器と、あ、そうかそうか、 GPS が役に立ってないですね。そうだね、盗聴器の回収をどっかでしましょうか、うん、はい、私が帰ってきたのに見向きもしないの、うん、喧嘩売ってんの、うん、思いっきり冷めちゃってる。ハートが少なくなっちゃうのが心配。そうですね、今でもやめれば許してあげるのに。あ、分かります。そうなんですね、こういう方いらっしゃいますよね、ま、いるいる、まだ傷つき度がねそこまでいってないのかもしれない、ま
サトシと浮気相手の会をかっこいいとことして登録されている。そうですよね、そりゃそうですよね。雨降ってね、そうだね、雨が降ったら誰を思い出すと思う、まあ、サトシ誰知ってるくせに、またおやすみなさい。いやこういうやり取りするんですよね子供みたいなね恋愛モードに入ってるとね第三者から見たら恥ずかしいっていうような LINE のやり取りとか結構やっぱ多いですよね。完全に2人の世界。そう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 。これはショックですよ奥さん。ショック。いとこと保存されているか、まあ、さっきあった通り、まあ、今だったら許してあげるっていうのもあるんですよね。ギリギリちょっとやばいんじゃないですかそろそろ。あちょっとこれ愛情がやばいんじゃないですか。どうしようこれちょっとまずいですね。次にシャワーする人の考えて朝からイライラさせるな。これ薬飲ませましょうか。ちょっと薬飲ませる、はい、仲が悪くなりすぎましたかね、うん、ちょっとこの辺はまだ触れずにですねちょっと進みましょう。やっぱどうしてもその探偵とかプロなんで、うん、こういうことは起こらないと思うんですけど、やっぱない中にいるとやっぱ直接旦那さんと会ってるのストレスがやっぱどんどん溜まっていって、うん、そこからボロが出ちゃうからなしそうな気はしました、はいはい、うん、だからもう問い詰めたりとか喧嘩とかしないでくださいって言ってます、うん、あやっぱ一番そこなんです、ね、そうです。普段通りにしててくださいっていう、うん、それができなくなるとさっきこう徐々により悪い方法で、うん、最悪その事件化しそうな、うん、暴力振るっちゃったりとかなると良くないですよね、うん、でちょっとお話ししたいことがあります。ああいいですねこれはラッキーなんかよくなると教えてくれるんですね。悩んだんですが差し上げるのが良いかと思います。サトシがその女と入っていてカフェの防犯カメラの映像すごいですね。ごけすごい証拠すごいですね。近所の人がそういうふうに教えてくれるってことあるんですよ。でも実際にあそうなんですか、うん、別荘みたいなところに久しぶりに奥さんが行ったら近所の人がなんか旦那さん、うん、女性連れてきてたよ、女の人みたいなとか教えてくれちゃったっていう方いましたね。じゃあもしかしたら旦那さんの怪しい行動をずっと知ってたから言いたくなってしまった、うんうん、あ教えてくれる人いるんですよ。周りからもあるんですね。 あります周りからの情報。うわこれはでもまたちょっとショックはでかいですね。ショック大きいですね。ちょっと悩みは結構ありそうなんで、あ占いちょっとこれ言っといた方がいいかもしれないですね。そうですね、シビア、はい、薬飲ませましょう。薬飲ませちゃおうか安全な選択だね。でこれをちょっと押しますね、うん、すごく愛されている感じがする。これ自分に効果があるんですかね。あ自分に、まあ、でも大丈夫。でもそうすれば喧嘩しないで済むんで。そうですね。じゃあちょっとないですね。あすごいカードが、あハートめっちゃ回復してる。ハートがいい薬ですね。さっきの薬が効いたのかな。めちゃくちゃ欲しいですね。めちゃくちゃ欲しい。これがあればもう本当にまさとしさん夫婦円満になりますね。実際ね。実際に、はい、現実的な話。現実の話、はい、現実の大事ですね。やっぱりヒルドラみたい。うん、はい、でこれもちょっとしっかり取りますね。マサトシが寝ている家ではない。殺してしまいたい。後ろの変な壁紙と田舎臭い布団を見るとどこか安物のラブホテルだったり、今すぐにでも携帯電話を投げ捨てて引っ張ってしまいたい。まあ、そういう人になりますね。わあこれはもうねまずいね。これまずい。これはすごいいい状況証拠だと思いますよ。なるほど。これポイント高いですよね。これポイント高いです、まあ、これ女性が映ってないんですけど、ね、言い逃れはできちゃいますけどね、うんうん、いくらでもね、うんうん、でもないよりあった方がいい、うん、で奥さんはこれを殺してしまいたいと思いつつも我慢してください、我慢してくださいと、うん、ここでちょっとデートとか行ってくとさらにいいんですかね。ねえやっぱりあれが気になりますよね、うん、GPS と、うんうん、そろそろ回収する、はい、したいですけどね。しましょうか。ハートがいっぱいあるうちに、ハートがいっぱいあるうちに一人で家にいましょうか。そうすると回収できる。そうですね。それで出かけてくれるんじゃないですか旦那さんが。うんうんうん。でこれが録音機か。あれまだ読んでるんですね。何見てるの。早かったかな。ちょっと一応さっきの録音機を置いていたのを、はい、取ろうとしたんですけど、最終的に充電器だと言って言い逃れができるんで。おー、うん、じゃあそれでいきましょう。なんで一旦確認しましょうかね。うん、A4 の充電器あとはフォンに書いてるの、ちょっと信用しましょうか、うん、なかなか難しいですねここの。難
すごいねこれね、はい、2つの選択肢は旦那さんの信用をかじるか証拠を集めるかのどっちかですもんね。そうです、証拠を集めた方がいいんだ。あ、ちょっと失敗しましたねこれ、すいません。いえいえ、ただ失敗すると下がらない、そういうことですよね、はい、ちょっと分かってきましたゲームが、はい、そうなんですよ。じゃあちょっとこれはすいません取れなかったと言いますね、うん、まあ、実際にそういう人多いんですよね、まあ、そこまで一気に進まなくても電話の会話であったりだとか、うん、連れ込んだ時の内容とか、うんうん、まあ、カバンに盗聴器というかカバンにそういう IC レコーダーみたいなのを仕掛ける方もいらっしゃって、そうするとあの出先での会話とか音声が入ることもあるんで、はい、あ、なるほど、割と有益な方法だったりはするんですよね、うん、カバンはちょっとなさそうですね、まだ、うん、本当だね。2人一緒にこの世からいなくなるか、結構皆さんよく言いますね。そうですよね、あ、とうとうバレましたね、とうとうバレましたね、はい、この GPS 発信機見られてたんだ、発覚、発覚ってやつですね、これが発覚だ、はい、なんか 手みたいなのがありますね、そこ。お、何、お、じゃあもう最後のカフェとか行かれました悔しい、これはちょっと悔しい、ね、悔しいね、これは事件になるやつですね